はい、どうもタンタンです。DCT また今までなかった、入ったこんな来てなかった新しいモデルが入荷しております。ちょっと豪華仕様の1本ですね。コンサートサイズなんですけれども DUC の450という型番になってまして、こちらスプルストップで、特筆すべきはこの貝のまずインレイですね。あのバインディングとロゼッタ、こちらが貝でアバロンで入れられているのと、ここですね、トップコンターがついているので、ここをこう抱えた時にね、ちょっと痛くないという感じですね。であとはウッドバインディングでマホガニーのサイドバッグになってますね。はい、でこういった仕様で、この、上位グレードのモデルにはこの DCT のこのロゴが大体ついているかなという感じになっております。トップスプルース単板なんで、やっぱりボリューム感すごいありますね。スプルーストップ材に使ってるっていうこともあると思うんですけども、ボリューム感がすごくあって張りのある音がしますよね。やっぱりかなり鳴らしやすい材料かなっていうところですね。マホガニーなんですけれども、あまり柔らかくはなりすぎず、しっかりとこうメリハリのあるキレのある音が出てる、そんな感じで、コンサートサイズで、ソロなんかをやる方なんかはね、すごく使いやすい音色、弾きやすい楽器じゃないかなと思います。ということで、こちら DCT の DUC の450という型番の機種になりますね。結構豪華仕様になっております。スプルースの単板トップだったり、あのアバロンの、バインディング、ロゼッタ、そしてここのコンターがついてたりと、非常にユニークかつ豪華な仕様となっております。はい、ぜひ、お問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。